皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、11月の16日、まあ、11時台、11月の14日か15日に、アップロードした内容で、まあ、ホームページは淡井圭介履歴の一番のところを見てもらったらわかるかと思うんですけども、まあ、サイバー攻撃だということを主張していた内容なんですけども、正解は違ってました。昨日ちょっとまあ、上信電機さんの方に聞きに行って、その 4GB ほどの容量から、8GB 以上の USB メモリーや SD カードでも、入りきらないっていう現象があると。で、それはフォーマットを変えなきゃならないんですけども、FAT32、これは、4GB 以上は、まあ、移動することができない。まあ、USB メモリーや SD カードにデータを、入れることができないと。で、そのフォーマットのところを EXFAT か、MTFS に、変えなければ、4GB 以上の、ものは入らないと。まあ、4GB 以上となると、まあ、大体動画で、ある程度の撮影時間があるような内容のものになってきます。まあ、写真ではまず 4GB っていうものはないですね。で、まあ、その方で、少し訂正とお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。まあ、まあ、すぐに訂正の動画を上げたということで、まあ、セーフということにしていただきたいなと。で、その、サイバー攻撃をされてたっていうその動画は、削除しておきます。で、まあ、ただ、いろんな電波の仕組み云々とかをいろいろと知ると、まあ、基板とかに直接、電波を当ててきて、その操作してないのに、変えてきたりだとか、まあ、いろんなサイバー攻撃っていうのは事実としてあります。まあ、世間で一般的に公表されている、まあ、バグ云々の件とかもそうなんですけども、そういうことを深く知りすぎたとしても、まあ、ああいうふうに、まあ、取り乱す部分はあると。まあ、そういうことですね。まあ、裁判するときの電波での妨害っていうのはひどいですよ。スポーツの勝ち負けとかで、まあ、私もともと自宅にこういうコピー機を購入したんですけども、自分の家でコピーした方がいいかということで、まあ、プリントアウトしなかったら、ネットプリントっていうものが、いまいち、分かってなかったので、まあ、その当時からあったかどうか分からないんですけども、まあ、平成20年ぐらいから、まあ、こういうコピー機を購入して、裁判の書類作ったりしてたんです。で、スポーツの勝ち負けとか、そういうことを頭の中よぎったり、ちょっとした何かの内容頭よぎっただけで、このプリンター途中で止められるんですよ。で、紙詰まりみたいな形で、もう一回設定し直さなきゃまあならない。で、その決定というものが、設定というものが、これをいちいちいろんなところを、開けなきゃならないんですよ。部分を開けてください、この部分を開けてくださいっていうことで、まあ、完全にこれ、裁判妨害になっていくんですけども、こういうふうに開けたりだとか、こういうふうに開けたりだとか、で、この裏のところ、開けなかったらコンピューターが、再び作動してくれないっていうことで、何回も何回もね、いろんなところ開けて、裁判用の書類を作らなければならなかった、まあ、ものすごくストレスになりますね。で、その科学業界の過度な、その、まあ結局スポーツ界とかとつながってきてるから結局そうなってるんだと思うんですけども、その辺のところでね、して良いことと悪いことっていうものを各自がしっかりと区別つけるのと、今の科学業界に問題が多すぎると。まあ、そういうことですね。で、その裁判の訴
える内容についてバレたら困る人たちが多いからそうなってるのか。だからテレビ局に変な許可を与えないことですね。もう一回裁判で最高裁とかで、きちんと判決出して、違法行為を認めないという形でね、あのフェイクニュースとか。そういうふうな形にしなかったらかなり危険ですね。以上です。まあ、USB メモリーカードや SD カード 4GB 以上のものが、ファイルに入らないときは、フォーマットで、対応してください。まあ、ちょっと字汚いんですけどね、一応見えるようにしておきますね。FAT32、これが、4GB 以上が入らない、移動をできないと。下に書いてある、EXFAT か、ちょっとね、あの文字消して汚いですけども、MTFS。これに、フォーマット、しなければならないと。で、一応これ注意点として、フォーマットするときに中のあのデータが消去されてしまいますんで、先に、中の、入っているデータがあるんです。ただ一旦パソコンとかに移していただいて、まあ、それからフォーマットしてください。以上です。